ああ、これか。僕が見たの。太ったんですね。海外の人でね、ありがちな。久々に見たら太ってるっていうパターンですね。贅沢しとるんかもしれませんね。まあ、太ったってことは、たまには薬の副作用で太る人いますけども、大体がまあ食いすぎですからね。あなた、運がいいんだって。ケンケン先生、ユリアンレトリーバー面白いと思いますか？私には何が面白いのか全くわからないし、全く笑えません。でも、いろんな賞を取ってるし、周りの芸人さんたちは爆笑していますよね。彼女の面白さ、魅力が何なのか教えてください。僕は、実際あんまり好きなことはないんですよ。ユリアンのネタも、ユリアンレトリーバー本人も。ただ、まあ、どこが受け入れられてるのかとかは、もちろんわかるんですけども、NSC のね、時から首席だったみたいなので、一番面白いと言われてたんですけども、まあ、その発想とか他と違うというのと、英語のね、喋りができるっていうのがまた一つと、あとはまあ、度胸がありますよね。度胸があると言ったら言い方ですけども、こう、女の子なのに裸になったりとかね、そういうことができるんで、その辺は強いとは思いますけどね。嫌いな人は嫌いだろうなという感じを受けますけども、努力は結構してるんじゃないですかね。一部に受け入れられればそれでいいと思いますけど、まあ僕はもともとずっと好きじゃないですね。オールザッツ漫才の奈良木さんがね、聖帝サウザーのモノマネしてる、コマーシャルに行く時のね、ネタがあるんですけども、そのネタの時のサウザーのね、車を引いてるあの奴隷みたいなのがいるんですよ。少年たちに引かしてるんですけども、そのサウザーの車を引いてる奴隷の一人がユリアンですね。若き日のユリアンですね。多分動画 YouTube に残ってると思うんで見てください。あ、ユリアンユリアンやと思うと思います。わかると思いますね。皆さんね、奈良木さんにしか目いってないと思うんですけど、まあ、あの時から頑張ってたは頑張ってたと思いますけどね。売れてる理由とか面白いと言われてる理由はわかりますけども、まあ僕はあんまり好きじゃないってことですね。まあ好き嫌いは個人の自由なんでね。ドキュメンタルにもね、友近さんと一緒に出てましたけども、あんまり僕は笑えないですね。僕はその女性芸人だったら森三中の黒沢さんとかの方が面白いですね。まあ別にね、みんながみんな笑わなくていいと思うんで、笑いの、センスも違えばね、好きなネタとか違いますから、万人に受けるその芸人なんかいないと思うんでね、別に無理に笑わなくていいと思いますし、嫌いなら嫌いで構わないと思います。今日は3月5日です。先生、ドラマのプロデュースを始めましたか？剛力彩芽と唐田絵里香のプロレスドラマでリアルクラッシュギャルズを結成。こんなんあるんすね。いや、全然知らんかったっすね。全く見たくないですね。唐田絵里香ってよく出てきました。トラブル起こした人ですよね、唐田絵里香って。東出さんと不倫してた人ですよね。と、G ですよね、G。G あやめ。いや、絶対見ないですね。プロレス好きなんで、プロレスドラマが好きなんですけども、この二人が出るんだったら見ないですね。全く無名の女優さん、売れてない子とかの方がいいですね。ユリアンまで出てるんですか？あ、全く見ないですね。僕、ユリアンも好きじゃないんでね。主人公は、ユリアンレトリーバーでダンプマスだって。ああ、全く見ないですね。ここまでこう、自分が好きじゃないタレントばっか集めてるのは見ないですね。僕、女芸人、まあまあ、どの人も、あんま嫌いな人いないんですけど、ユリアンオンリーじゃないですかね。女芸人さんで嫌いなのって。ユリアンのみ笑わないですね。なぜユリアンさんだけ嫌いなのですか？過大評価されすぎじゃないですかね。うちは受けだけいいみたいな感じがしますね。胸出したりとかね、ああいう気合入ってるのかもしれませんけども、女性で胸出したりとかするのはあんま好きじゃないですね。ツイッターフォローしてね。ケンケン先生、アンナチュラルという石原さとみが出てるドラマ見ましたか？今思えコロナを予言しているような内容だったかなと。出ている女優さんはさておき、内容をなかなかご視聴でお時間ありましたら一話だけ見てください。まあこういう系のドラマってね、多分いっぱい作られてるんで、いつも言ってるレトロフィッティングとか、ストックスピールですよね。例えば何かあったらものすごく過去のことを漫画とかドラマとか大量に出てるんで、当てはまるのを探すということですね。僕ね、でも石原さとみさんがね、あんま好きじゃないんですよね。顔は綺麗とは思うんですけども、でむしろ嫌い海外側の女優なんで、ガッキーで作り直してくれたら見ますね。僕のね、仕事をはかどらせるためにもね、全てのドラマ、全てのテレビに月亭蜂蜜を出していただいたら、全テレビ見なくなるんで、全ドラマも見なくなるんで、僕の仕事をはかどらせるためにも全ドラマに月亭蜂蜜を出してもらいたいと思います。七光努力してない系で威張ってるやつは一番嫌いですね。先生、いつも楽しい配信ありがとうございます。先生が女性を見るときに一番大事にすることは何ですか？見た目以外にお願いします。見た目以外ってことはちょっと時間があるってことですよね。僕だったら人に対する態度を見ますかね。どの人でも平等に接してるかみたいなのを見ますかね。女の子だったら地位が高い人でもそうじゃない人でも同じように接してるかを見るかもしれませんね。
タレントさんでもよく言うんですよね。上の監督とかプロデューサーとかにはやたらこうヘイヘイするくせに、そこら辺にいるスタッフさんとかには無視するとか挨拶しないとか、女性タレントさんではよく見えるっていうんで、確かにまあそれはあると思いますね。女優さんとかはそこら辺が見やすいっていう、あからさまに変わるらしいんで、普通のねスタッフさんに挨拶もしないし、挨拶してきても無視するとかね言うんですけど、そういう女の子はまずダメなんで、そこを見ますかね。本質を見たいんでね。石原さとみもそれすごいって言いますよね。そういうのはちょっとどんだけ可愛かっても厳しいですね。人に見られてるからっていうのでも、普通のスタッフさんとかにも優しくしといてほしいですね。女性は特に見ますかね。火曜日はインスタグラムで質問コーナーやってるよ。ケンケン先生、いつも丁寧な配信ありがとうございます。今ドラマソング平成の名曲たちを見ていて、ふと思ったのでメールしました。しょもにで大人気だった江住真紀子さんです。長嶋一茂さんの自宅の壁に落書きをして引退まで追い込まれたんですが、私はそこまで精神的に追い込まれた江住真紀子さんが気の毒とに思うんです。もしかしたら私が長嶋一茂さんが大嫌いだからそう考えてしまうのかもしれません。僕この事件あんまり知らないんですけども、別に江住真紀子さんの型を持つわけでもないですし、一茂さんの肩を持つわけでもないですけども、揉め事っていうのは一方からこう原因聞くともちろんダメなんですよね。どっちの言い分も聞かないとダメなんですよ、あの揉め事っていうのはね。ただこの落書きをしたっていう一件については、江住真紀子さんが長嶋さんとこの壁に落書きしたんだったら、この点に関しては江住さんが一方的に悪いんですよね。揉め事はあったら別の、あの解決方法があるんで、弁護士に話させるとか何かあるんで、要するに大人なんで喧嘩で手出した方が負けっていうのと一緒で、壁にこう落書きした時点で江住さんの負けですよね。僕は江住さんを気の毒に思うことはないですね。いらんことをしなくていいんですよね。僕はそれくだらんなと思いますね。江住真紀子さんがしたのか、江住真紀子さんのマネージャーがしたのか知らないですけども、でもマネージャーが率先してやることないじゃないですか。まあ、江住さんにお金をもらったのか、江住さんの関係者にしても江住さんがの代理でやってるわけですよね。まあ江住さんのねがやれって言ったのはまあ間違いないんで、普通に落書きがダメっていうのも間違いないですね。他の方法でするとかね、大人なのにくだらんことしちゃダメですよね。結局やってこのニュースが世に出たら江住さんが悪いっていう風にされるわけで、江住さんはこう引退に追い込まれて、長嶋さんはね多分まだ別にテレビとか出るでしょうから、率直に言うと寒い、くだらないことしたなっていうのは、江住さんなんかまあまあの地位を芸能界でも築いてましたし、正直僕もしょもに見てたんでね、しょもにでその江住さん女軍のリーダーみたいな役でしたよね。ドラマ的には結構僕面白かったと思うんで、背が高くてちょっと偉そうな感じの女性役でね、いい役演じてたと思いますよ。だからしょもにでは良かったと思いますけどね。しょうもないことしたなっていうのが一番残念ですね。落書きなんか言ってもダメージ大して与えれないじゃないですか。その一茂さんのお家にね、無駄なことしたなと思いますけどね。そんなしょうもない落書きするせえへんで、自分の人生築き上げてきたものをなくすんですから、すごいバカげたことをしたなと思いますね。詐欺師の報告は傷公開まで。プロゴルファーの石川遼さん、顔つき悪くなってしまいましたよね。あ、そうなんですか。顔つきのイメージと成績は関連するものなんでしょうか。石川遼くん僕見たことないんですけども、顔つきが悪くなってですね、成績が悪くなってるんだったらですね、ゴルフ以外のものですね、本業以外のものに手を出してることが多いかもしれませんね。これはあくまでも想像ですけども、飲みに行ったりとかですね、遊んだりとか、そういうのよからぬものに手を出し始めたとかですね、ゴルフに全集中できてないのかもしれませんね。顔つきと比例してね、成績も落ちてるんだったらそういうことが考えられますね。どうせだったら昔のイメージのままね行ってほしかったんですけど、いろいろいらんこと覚えたんかもしれませんね。特にゴルファーなんでチヤホヤするね、ゴルフ好きのおっさん、新地とか銀座とか六本木に飲んでるねクズのおっさんとかがチヤホヤしてね、なんかそういう谷町的なにね潰されなかったらいいですけどね、才能をね。これこうゴルフとか野球あるあるですね。おっさんはおっさんでですね、こういうプロスポーツ選手とかをね飲み屋に連れて行くと、まあチヤホヤされますし、スポーツ選手はスポーツ選手ので、まあそうおっさんにね連れて行かれるとですね、まあただ酒も飲めてお姉ちゃんとかにモテてっていうね話になるんで、そういうのはやめて、まあ野球なら野球、ゴルフならゴルフ、サッカーならサッカーというね、スポーツ選手とかはそれにちゃんと集中した方がいいですね。やっぱ人間、まあ、欲望に弱いんですかね。
ストイックな人は完全ストイックなんですけどね、そういう人じゃないのもねいますからね。酒女に溺れるのはねちょっとやめといてもらいたいですけどね。もう悪循環コースですね。歯科力そんなんですね、ロン毛でムキムキのレスラー体型、長州力みたいになってますかね。もったいない、いい選手だったと思うんですけどね。悩み相談はマカロンまで。ファンに態度の悪い方ってどう思いますか？四六時中成人でいるとは思いませんし、そのファンの態度が最悪なのであれば仕方ないと思いますが、ファンがいるからこそ食べていけるんじゃないのと思ってしまう場面がたまにあります。これもファンのエゴなんですかね。これは人によるんじゃないですかね。ちゃんと優しい人もいますし、すごいね悪い態度の人も実際いますからね。やっぱこう悪い態度を取ってる人はだんだん、特にこの世の中って伝わりやすいんで、昔だったらその SNS とかがなかったんで、どんな偉そうにしててもなかなか世に出なかったかもしれませんけど、今こう多分すぐ言われたりとかするんで、今いい世の中じゃないですかね。ファンもファンでひどいのもいますけどね、どっちもどっちな部分がありますけども、ちゃんとしといた方がいいと思いますね。ファンであろうが有名人であろうが同じ人間なんで、ちゃんとしといた方がいいと思いますね。それこそ僕が一回偉人観測額で挙げた千代の富士さんとかはだいぶ現役時代怖かったっていうね話がありまして、僕のね知人の方が昔タクシーの運転手やってまして、現役時代のね千代の富士さんを乗せたことがあるんですけども、運転席側に座ったんですよね。で、僕の知人は横綱いつも応援してますみたいな、タクシー運転させてもらって光栄ですって言ったんですよね。そしたら思いっきりその運転席を後ろから蹴られまして、やかましい、はよいかんかって言われたらしいですけどね。むっちゃ焦ったって、すげえ怖かったって言ってましたからね。親方になってからね、ちょっとそれが マシになって優しくなったみたいに言ってましたけども、現役当時はそうだいぶ怖くて有名でしたからね。昔だからそういうのが明るみに出なかったですけども、今はしかもきっちりそのダイレクトメッセージのスクショとか LINE とかで残りますしね。グレタちゃん、しおりちゃん、りょうこさんなのが出てくるスルースキル検定スクールを作ってみてほしいです。いやー、これはまずいでしょう。ちゃんをつけたらいいっていうもんじゃないんで、これはなかなかできないでしょう。グレタちゃんはね許してくれるかもしれませんけども、まああとはね、まあふみこちゃんとかゆきなちゃんとか、そこら辺入れても面白いかもしれませんね。どれもこれもね。グレタちゃんは未だになんか、まあたまに感想枠のリクエスト来ますね。検定作るになりますかね。微妙ですね。ちょっとしおりちゃんあたりが訴えてくるかもしれないんでね、作らない方がいいかもしれませんね。ケンケン先生こんにちは。ケンケン先生はエコのために何かしていることありますか？新しいグッズのエコバッグできたら持ち歩いて使えますか？可愛い缶バッジ希望です。エコのために多分何もしてないですね。あんまり意味がないっていうのを結構聞くんで、どっかの火山の噴火とかで何万倍とか出るっていう話を聞いたんで、やってても無駄やでみたいなこと聞いたんで、エコ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 言ってますけども、そういうののせいでたまにグレタちゃんでしたっけ、グレタちゃんの質問がなぜか感想枠リクエストが月に1回ぐらい来るんですよね。そういうのの問題で、グレタちゃんめっちゃ太りましたみたいな、グレタちゃんを見るつもりあんまないんですけども、海外の人ってね、なんかこう油断したら太りますからね、すぐね。僕もお金儲けの線が強いんじゃないかなと思いますけどね。エコ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 言ってんのは。ツイッターで見ましたが、グレタさんが太りすぎて誰だ状態になっています。あー、これか、僕が見たの。太ったんですね。海外の人でね、ありがちな、久々に見たら太ってるっていうパターンですね。贅沢しとるんかもしれませんね。まあ太ったってことは、たまには薬の副作用で太る人いますけども、大体がまあ食いすぎですからね。怪しいな。グレタさんは確かビーガンっていう話でしたからね。太るのかな。はあ、これステーキと飯3倍ぐらいいっちゃってますよね。ビーガンでそんな太るんすかね。あ、加工画像なんすか。加工画像なんかな。どうなんだろう。加工画像やったらまああれですけど、海外の人って急に太る時がありますからね。なんかコラ画像にされてまして、ツイッターの人とかにね、グレタさんが座ってる画像があったんですけども、麻雀で積もってる画像にされたりとか、グレタさん結構面白かったんですよね。みんながめっちゃコラ画像を作るんで。食いすぎた関係ないのかな。本日のテーマのような話から悩み相談、疑問、質問、意見など何でもマカロンからお気軽にメッセージを送信してください。生配信はミルダムと占い師ケンケン TV 見逃し配信チャンネルというサブチャンネルをメインでやってます。傷公開は詐欺師や霊感商法をしている悪人の情報を随時募集してます。ツイッターはチャンネル最新情報、インスタグラムでは火曜日に質問コーナーをストーリーでやってます。動画の高評価、チャンネル登録、各 SNS のフォローをよろしくお願いします。占い師ケンケン TV を見てトラストリテラシーを高め、一緒に運気を上げていきましょう。パワーストーンはただの石。ご視聴ありがとうございました。